はい、皆さんこんにちは、シャです。これがですね、ハダニです。いました、やっぱり。はい、これ取れるかな。ピント合えば、ここほら動いてるの分かります？赤いの、ほらこれですよ。こっちも動いてますね。これ一番取れてますね。赤いつぶつぶです。はい、これにもいますね。これがここにいますね。ハダニです。動いてるの分かるかな。はい、でこっちもですね。でここ、はい、いますね。赤いプチ、ちょうどこれがですね、一番ハウスの南側、瞳にですね、今マルチを敷いてたんですけど、大量っていうほどでもないですけど、あっちにもぶん投げてますけど、はい、こんな感じでぶん投げました。でこのままですとまだ不安なんですよ。でとりあえず多めにいた葉っぱに関してはですね、先ほどのようにですね、適応して外にぶん投げて、であとですね、ここにあったやつ、ここにあった養生中のスワルスキーですね、それとここにあった、はい、養生中の、はい、マルシ敷いてるとこですをですね、ここ実際いたところがですね、この一番ハウスの南側、ここにいたんですよ、この木下の方に。はい、なのでですね、見てください、養生中のコンテナをここにドーンと置いてやりました。で実際この辺見るとですね、ここも多分ハダニで色が透けてるんでやられちゃってるんですよね。ただずっと見てたら、スワルスキーだかスパイカルもいるんですよ、葉っぱの上に。いないかな、ここには。ちょっと確認できないですね。こっちは、こっちはいる、あ、いますね。ここ取れてるかな。こっちだ、こっち。今ちょろちょろって動いてるんですけど、ピントが合わないですね。でもスワスキーかもしれないですよ。スパイカルじゃないかもしれないですよね。それがわからない。どこだ？ここだ。ここ。今画面の真ん中辺ですね。ちょろ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 って動いてますよね。これスパイカルかスワルスキーかわかんないですけど、いるんです。とりあえずですね、これで様子見てみます。この中に大量にいればですね、ここの木によじ登って、おそらくこの辺の赤ダニを全部食べてくれると思うんで、はい、こうすることしかできないですね。これ本当いるかな、裏。あ、いますね。はい、ほら見えました、赤いやつ。これを食ってくれればいいんですけどね。何やってんですか。あ、こっちにもいますね。はい、これも適応しちゃおうかな。これも適応しちゃいます。はい、ちょっと怪しいの全部出しちゃって、極力量を減らしてですね、この養生コンテナでなんとかしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。はい、補足の補足ですね。先ほどここにまあいるんですけど、スパイカル君とハダニが。それ以外にもですね、こっちにもですね、スパイカル君がかもしれないのがいて、もう1匹いたんですよね。1、2、3匹いたんですよ。いなくなっちゃった。で、こっちにもですね、スパイカール君いるんですよ。スワルスキーなのかもしれないですけど、ただですね、ハダニを捕食してるようには見えないんですよね。なんか共存しちゃってるっぽいんですよね。はい。ってことで、こんだけハダニがいるんですけど、スパイカールかスワルスキーも一緒にいると。はい。なので、劇的には広がらないと思うんですけど、気になるんでこちら適用します。以上です。